This year, 2020, I was interviewed by SBS Japanese news podcast. Australian Japanese teacher Katie Gillis developed an interactive online language learning program for students who learn Japanese when she worked as a subject matter expert for Sydney Catholic Schools. The program has won an award in the industry and is widely used among the schools. Mrs. Gillis thinks that learning Japanese should be fun for kids, and she tried to bring more music, stories, and culture into the program. In the audio, Mrs. Gillis shares her experience as a Japanese teacher and explains a bit more about her award-winning online program. お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。オーストラリアの学校で日本語はどのように教えられているのでしょうか。今回は日本語を学ぶためのインタラクティブなオンラインプログラムを制作したオーストラリア人の日本語教師、ケイティ・ギルズさんにお話を聞きます。ケイティさんのプログラムでは何よりも子どもたちが楽しめるようにと自身が作曲した音楽やストーリーが中心となっています。インタビューではこのオンラインプログラムのこと、そして日本語との出会いや日本語の教え方などを聞きました。まずはパンデミックの現状についてキャッチアップからです。ケイティさん、大丈夫ですか？みんな、はい、先生の上ですか？いや、もちろん大丈夫ですね。よかった。学校もね、うん、大変だったんじゃないですか？本当に大変。私の主人、うん、あ、もう先生です。彼の仕事、の学校がスタート、そしてすぐ止まった。5月ぐらい。だから大変な学期。みんな先生は全然お休みをしなかったでしょ？うん、うん。最初の学期からずっと前のお休みの時ずっと働きました。みんなちょっとオンラインの準備しました。学校のお休みだからみんなすごく疲れました。先生たちね。日本語を教えているケイティさんですけれども、どうして日本語に興味を持って日本語を勉強しようと思ったんですか？私の13歳の時、私の先生はペンフレンド、日本からのペンフレンドに紹介しました。うん、そのペンフレンドは私の家に訪ねました。その時の5年間の後で、そしてその時2人がコミュニケーションは大変。彼女が英語を書くだけ、うん、私が日本語を話すはまだできない。うん、だから、じゃあ、大学で日本語を習いたいと夢を見ました。うん、日本語は英語とすごく違って難しいっていう人もいるんですけど、うん、難しくなかったですか？はい。私の子供の時、英語のスペルはすごく大変だと思いました。英語は全然、スペルが同じ。英語の音と英語のスペルはいつも違う。うん、それが私の子供の時大変。だから、日本語に習った時、私がすごく嬉しい。ひらがなは音と書くが同じでした。だから、うん、ああ、この言語大好き。優しいと思いました。うん、スペルのことについて。なるほど、うん。聞いた音がそのまま文字にできますもんね。うん。なるほど。うん、で、実際に日本語を教えるようになって、どうですか？自分が勉強するのと、人に教えるのって違うと思うんですけれども、難しい。